酒井様、こちらへお伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる、修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。アシラはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり。五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎どなり。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。待っておったぞ、酒井陣。行け、ワッパ。裏切り者の菅笠衆、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。人たちの軟弱者め。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。さらば浪人。
龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。なかなかの使い手であった。酒井殿、よく来てくださった。お目にかかれて光栄の極み。
さあ始めましょう。鉢を構えてください。引く意思はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい。人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？
皆に詫びよ。病人を放った男と相まみえねばな。麦谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。手先の菅笠衆は全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため近江寺の洞で待つと申しておりました。近江は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シダの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご分を。酒井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。Yes!